ありがとうございます。こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、ポンタポイントを現金化する方法3選ということで、今回はポンタポイントですね。この動画ではそのポンタポイントを現金化する方法3つに分けてお伝えします。これは覚えておいて損はないので、すでにご存知の方はおさらい程度に、初めて取り組む方は実演を交えながらお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは ということで、今回はこちらのポンタポイントなんですが、結構貯めてる方もいらっしゃると思うんですけども、こちらのポンタポイントを、まあ、いろんな使い方はあるんですけども、今回はこちらを現金にする方法ということでお伝えします。そこで今回はポンタポイントを現金にする方法を大きく3つに分けてお伝えしたいと思うんですけども、早速その1つ目が、これ結構有名なやり方なんですけども、スマホ決済の aupay を使うという方法ですね。で、この aupay を使ってポンタポイントを現金化する方法の特徴なんですが、これも 正直言えるのはもう一番簡単なんですよ。あとで残り二つも紹介するんですけども、その中でもトップクラスで簡単ですので、個人的には一番おすすめのやり方です。で、次二つ目は、これちょっと気をつけないといけないのが、月に上限2万ポイントまでということなんですよ。まあ、このやり方を口頭で簡単に言うと、ポンタポイントを au ペイにチャージをして、あとは au 自分銀行というところに出金するので、そのポンタポイントを au ペイにチャージする場合の上限というのが2万ポイントまでと決まってるんで、例えば10万ポイントと 5万ポイントとか2万ポポイインントトととかか2以上交換ししたいいい場合についててははこののやりり方っっうのはちょっと物足りなさを感じるかもしれませんで、次、三つ目は、先ほどちょっと出てきたように、このやり方を使うためには、必ず AU 自分銀行が必要となります。そして、この現金化については、即日できるわけではなくて、翌日に現金化ができるという流れになります。ポンタポイントを AU ペンにチャージをして、あとは AU 自分銀行に出金がかかるので、なので、もしこれを行った場合は、本日行ったら明日には現金になってるという流れになります。まあせっかくなので でまずは、スマホ決済 aupay の中に、ポンタポイントをチャージする必要があるんですが、このメニューのチャージというところをタップしてもらって、チャージする際のここのポンタポイントを選択します。例えば、100ポイントと入力して、で、ここからチャージをすると。そうすることで、まずは、ポンタポイントをスマホ決済 aupay にチャージができたということで、もちろんこのまま aupay で使っていただいても結構なんですが、今回の動画の目的は、現金化が目的なので、今度は、 チャージした100円分を出金をかけたいと思います。そこで次に送る受け取るっていうのをタップします。そうすると、この中にですね、銀行口座に出金、au 自分銀行というのがあるので、ここをタップしてください。そうすると、ここでまず気をつけてほしいのは、自動と手動という方法が出てくるんですけども、手動を選択すると手数料がかかってしまうので、必ず自動を選択します。自動を選択することによって、こんな風に余った残高は自動で払い出し、さらに手数料無料ということで、ちゃんと手数料無料でね、払い出し、いわゆる出金ができることがわかる かと思いますで、画面を少し下がると、ここの自動払い出しの設定するをオンにします。次に頻度なんですけども、まあ、これはもう毎日、そして金額は全額払い出しで OK です。なので、これをしていることによって、例えばポンタポイントを5000円分チャージして、例えばポンタポイントを5000ポイントチャージをして、まあ、その日にスマホ決済 a u ペイで2000ポイントを使ったとしたら、残り3000ポイントがスマホ決済 a u ペイ上に残ってるんですけども、その場合、この設定をしておくと、次の日には全額 AU 自分銀行に出金がされるという ということでございますなので頻度は毎日で全額払い出しで特に問題はないということですねでこの画面少し下がるとこんな風にご利用条件とか色々出てる中で出勤される時間もちゃんと出ております設定した頻度の6時頃に出勤がされるということでま、まあ、翌日の朝の6時頃にちゃんと出勤がされるという流れになりますでしっかりとこういったとこ読んで問題なければ自動出勤を設定するでタップで確認画面が出てきて OK で進むでこれでまずは設定が完了そこから翌日こちら au 自分銀行の画面なんですけども au Pay 払い出しでちゃんと先ほどチャージした100円分が au 自分銀行に出金がされているという流れになりますこれでスマホ決済 auPay を使ってポンタポイントを現金化できたという流れでございますなのでまあこのやり方見ていただいたら分かるようにもう本当にめちゃくちゃ簡単なんですよね au 自分銀行の解説とかが事前に必要とはなるんですけどもまあ、結局ポンタポイント貯めてもポイントで使うのも面倒くさいし現金にした方が楽だなっていう方はぜひこのやり方を実践してみてくださいでポンタポイントを2万ポイント以上現金化したい場合 についてはこの ② ③ をね参考にしていただければと思うんですがまずこの ② は AU 株コム証券とということなんですけどもこの au コ証券でポンタポイントを現金化する場合の特徴として、まず AU 株コム証券の口座が必要となります。次に、やり方は至ってシンプルなんですけども、<laughs> AU 株コム証券を使って、株や投資信託をポンタポイントを使って購入して、そこでまた約上されたら、その買った株とか投資信託を売却する。これで、ポンタポイントを現金化できるという流れになります。なので投資を 行行うううたため元のののポイントより増えるるるるももももしししくははは減る可能性もああでででちょっっとねここはこういいリスク際自己責任でお願いします、まあせっかくなんで、au 株コム証券を使ってポインタポイントでね、株もしくは投資信託の購入をしてみたいと思うんですけども、今回はパソコン画面で紹介したいと思います。まず、ログインができましたら、まあこれ例えばなんですけども、この取引の中で投資信託。で、今回はまあわかりやすくランキングで入ってみましょう。まあここで何を選ぶかっていうのはですね、何が正解かっていうのはないんですけども、 ま、ここら辺の有名なね、S&P500 とかオールカントリーでもいいですし、再現とかでもいいんですけども、まあ、例えばもう分かりやすくこの S&P500 を選択してみましょう。そしたら EMAX スリムシリーズの米国株式 S&P500 の情報が出てきまして、この中の購入をクリックします。で、購入をクリックしたら、次にこの目論見書とかに確認をしてチェックが入れば、今度はどれぐらいの金額を購入しますかということなんですけども、ここで入力する金額は自分がどれぐらいのポンタポイントを現金化したいのか、まあ、それをね、入力します。まあ、保有しているポイント数でもいいんですが、 例えば、ここをですね、まあ、3万としてみましょうか。で、3万円を購入する。で、次にポイント利用なんですが、ここで、まあ、全額でもいいんですが、一部利用で、上と同じように3万ポイントという風に入力をします。で、約定日についてはちょっと先なんですけども、12月の27というようなスケジュールとなりまして、で、次に確認画面に進むと。そして、注文対応の確認画面が出てきますんで、この中で金額で3万円、ポイント利用で3万ポイント。で、約定日ですとか、受け渡し日に問題なければ、あとはここでパスワードを入力して注文するをクリックすれば、 このまま、注文が完了という中になります。なので、先ほどのスマホ決済 AUPAY と比べると、まあ、3万ポイント分が投資できて、あとは、それが売却できれば現金ができるということなんですけども、先ほども申し上げたように、結局これは投資になるので、増えることももちろんありますし、減ることももちろんあります。なので、売却する時には、もしかするとこれが2万9千0ポイントとか、2万9千円になっていることも全然ありますし、まさかね、3万1千円とか、そういったことも全然あります。まあ、一撃でそんなに増えることってほぼほぼないんですけど、 もしそれぐらいいいい大きなポイントををですね現金化しししたた場場合合株価も証券を使っってててて行ううはそそところを注意して実践してみてくださいまそのままで売却せず、もう投資するっていうことでも全然いいと思うんですけどね。というのが、AU 株コム証券の場合。続きまして、三つ目は、SBI 証券ということなんですけども、理屈とすると、AU 株コム証券とほぼほぼ同じなんですが、SBI 証券を使ってポンタポイントを現金化する場合、まず、SBI 証券の口座が必要となります。で、これはですね、SBI 証券側で事前にメインポイントというのを設定する人が あるんですがこれはちょっと後ほど解説をしますでこちらにつきましても SBI 証券でポンタポイントを使って株や投資信託の購入をしてその後に売却をするそうすることで現金化ができると一注文あたりまあこれは大丈夫だと思うんですけども99999999 99 999ポイントが上限となりますでこちらもですね投資を行うため元のポイントより増えるもしくは減る可能性も全然ありますので、まあ、行う際は自己責任でお願いします SBI 証券で現金化する場合のやり方なんですが先ほど お伝えしたメイインンポトとそうすると、そうすると、僕は現在ですね、SBI 証券のポイントサービスで V ポイントを設定している状態になっておりまして、ここをまずメインポイント設定をクリックして、そこからこの V ポイントをですね、このポントポイントに設定を変更する必要があります。これをクリックしますね。そうすると、メインポイントを変更しましたと出ておりまして、ポイントサービストップへ戻るをクリックすると、そうすると、メインポイントがポントポイントに変わっていることがわかるかと思います。まずこれで準備が完了です。 で、次に、先ほどと同じように、ちょっと分かりやすく、投資信託の購入をしてみたいと思います。この中の投資信で入って、その中の、まあ、分かりやすく、ランキングで入りましょう。そうすると、先ほどと同じような銘柄がランキングで結構出てくるんですが、まあ、分かりやすく、ここの、米国株式 S&P500 でいきましょうかね。で、その中の、今回は、この、金額買い付けで進みます。で、目論見書が出てきたら、同意して、次へで進む。で、次に、この EMAXSLIM、米国株式 S&P500 を、まあ、どれぐらいの金額を購入するのか、というところなんですが、購入金額のところで、 ま、先ほどと同じように3万ポイントと入力をする。で、ポイントの利用のところで全てでもいいんですけども、一部利用するで、同じように入力をすると。こんな風に3万ポイントと入力をする。そのまま注文確認画面で済みます。そうすると確認画面で今 m a x 米国株式 S&P500 特定で、金額は3万円で3万ポイント。で、約定日につきましても12月の27。で、受け渡し日は1月4日と。ちなみに今回撮影してるのが12月24日なんですよ。なのでやっぱ若干ね、日はかかるので、すぐに現金ができ 切るというわけではないんですよね。au 株ブコム証券と同様になので、こちらのメリット、デメリットをお伝えするとメリットだとこの投資した分が増える可能性もありますし、デメリットで言うと減る可能性もありますんで。で、まあ、その際はちょっと自己責任で行っていただければと思います。まあ、今回このファンド s&p500 にしてるんですが、au 株ブコム証券と同様にまあ、債券を選択したりとかまあ、自分が好きなオールカントリーであったりとか、まあ、普通に投資をして、そのままコツコツを増やしていくっていう方法でも全然ありかなと思いますんで、まあ、sbi 証券がご自身に合ってるという方はこういった。 参考にしていいただければと思いますなので、まあ、これにつきましては正直ですね、普段ご自身が貯めてるポイント数とかによると思うので、まあ、僕自身もそうなんですけども、正直、丸1で正直間に合うんですよね、AUP だけで。けど、場合によっては、ちょっとポイントポイントを、ほんと、コツコツポイ活をして、ポイントサイトとかを使って、貯まったりとかして、結局、ポイントポイントにしてるけど、出口見つけてないなとか、いう場合、そういった時は、この丸二、丸3をですね、活用して、まあ、株とか投資信託を購入して、あとは売却するっていう流れで現金化するというのもいいかなというふうに思います。 で、まあここまでお伝えして、もしですね、これら、丸二丸三の AU 株コム証券とか SBI 証券、もしですね、これら2つの講座解説をする場合、普通に公式ページから講座解説していただいてもいいんですけども、このチャンネルは見ていただいている方をお得になってもらうっていうチャンネルなので、そういった場合、こちらのポイントサイトっていうのをですね、活用することを常にお伝えしております。例えばなんですけども、こちら僕が2番目に使っているポイントサイトのチョビリッジっていうポイントサイトなんですが、その中の右上の虫眼鏡のマークをタップして、 で検索のバーが出てきます。ここで例えば SBI 証券と入力して検索をかけるとこんな風に SBI 証券の案件が出てきまして SBI 証券の口座解説をするだけで4000相当のチョビリッチのポイントをもらうことができます。このチョビリッチのポイントはポンタポイントとかにもできますし現金にも交換することができるんでもう見ていただいたらわかるように公式ページから作るより圧倒的にお得なんですよね。4000分のお小遣いもらえちゃうんですよ。でポイントもらうための獲得方法とか詳しく出てるんですが基本的にはチョビリッチを経由して SBI 証券の口座 すると口座開設だけで4000相当がもらえるんですよなのでいろいろ細かい条件とかめんどくさい方とかそういった方がいらっしゃれば個人的にちょびり値を経由して sbi 証券の口座開設をすることをお勧めしますちなみにこのサイト行くをタップするとあとはここから解説ができるという流れですねでもう一つ僕が一番使っているポイントサイトハピタスっていうところがあるんですがこちらもですね結構お得なんですけどもこのハピタスに登録したら右下の虫眼鏡のマークをタップしてそうすると検索のバーが出てくるのでここで sbi 証券と入力して検索をかけます そうすると、ハピタスの場合は、新規講座解説プラス入金をすることで、6000相当のハピタスのポイントをゲットすることができます。これはですね、6000円分の現金にも交換できますし、まあ、もちろんポンタポイントにも交換することができます。で、ハピタスの場合は、新規講座解説した後に5万円以上の入金と、さらに、対象期間中に SBI 証券の証,証券総合講座から、住信 SBI ネット銀行の SBI ハイブリッド預金へ一括で5万円以上の振り返された方がポイント獲得の対象となるということで、ハピタス の場合はこの獲得できるポイントが高い分、ちょっと条件がついてくるんですよ。これがクリアできそうだなっていう方は個人的に絶対ハピタスをお勧めするんですが、ちょっとこの言ってることがよくわかんないな。っていう方は、先ほどのチョビリッチを経由して、ただ単に sbi 証券の口座開設をするだけでも全然いいかなと思います。なので、もここから口座開設する場合、あとはこちらのポイント貯めるをタップすれば、普通に sbi 証券の口座を開設してこの条件をクリアするという流れになります。で、先ほど紹介した au カブコム証券につきましても、ちょびリッチでも。 が出てはいたんですが、この動画を撮影しているのが12月24日になるんですけども、ハピタスの方が若干ポイント数高いのでこちらを紹介させていただければと思うんですが、新規口座開設プラス取引で9500円相当のハピタスポイントがゲットできます。ポイント獲得条件は新規口座開設した後に取引完了というのは条件となりまして、au 株価の証券を初めて口座開設をするということと、新規口座開設した後に90日以内に最低取引金額100円以上の初回取引をされた方が対象となります。この100円以上の銘柄っていうのは？ 現物株式の取引もいいですし、米国株式の買い付けでもいいですし、投資信託の買い付けもね、OK ということですんで、個人的にはまあ、投資信託の買い付けを、まあ、100円以上行えるというのがおすすめかなと思います。もう、たったそれをするだけで、この9500円相当のハピタスポイントがもらえるんで、もう、お小遣い稼ぎとしたらめちゃくちゃ美味しいかなと思います。ちなみに、今紹介したような、チョビリッチとかハピタスも同様になんですけども、こういったポイント自体は、日によって変動することは全然ありますし、この案件自体がなくなってる可能性も全然ありますので、 この動画をアップした後に1週間後とか2週間後には全然このポイント変動していることもありますし、なくなっていることも全然あるので、そこだけご了承ください。ちなみに僕、このポイントサイトハピタスの認定ユーザーというふうになっておりまして、僕の登録リンクから登録していただくと、最大で2100ハピタスポイントをゲットすることができます。細かい条件につきましては、今出てる通りなんですけども、概要欄のリンクをタップしていただければ、細かい条件出ておりますので、まだ登録されてない方は、僕の登録リンクから登録していただけると、ちょっぴりお得になります。まあ、そんなこんなで今回は、ポンタポイント現金化 ということで簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、今回は現金化のやり方ということでお伝えはしたんですけども、まあ、au 株コム証券とか sbi 証券につきましては、もうポンタポイントを現金化するというよりかは、もう普通に株とか投資信託の購入をして、あとは運用していくという感じで、そういったやり方でも全然いいかなと思います。すぐに現金に欲しい方はね、購入してすぐ売却。まあ、すぐに売却することはできないんですけども、まあ、そういった方法もありますし、まあ、運用したいなっていう方がいらっしゃれば、とりあえずコツコツとポンタポイントを au 株コム証券 とか SBI 証券でまあ、投資信託を買ってまあ、運用していくというのもいいかなという風に思いますまあ、ポンタポイント以外にもねいろんなポイントも現金化する方法というのはいろいろあったりするのでまあ、このやり方を紹介してくださいとかこのやり方が知りたいですって方がいらっしゃれば動画の感想を含めてねコメント欄書いていただければ嬉しいですで今回動画内でお伝えさせていただいた各ポイントサイトの登録リンクにつきましては概要欄に順番に貼っておきますので気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました